新刊何が何でも長編小説が書きたい大絶賛発売中鈴木喜一郎作家ラジオ、えー、今日のテーマは国語力が伸びるときはどんなときか <noise> 今日はマシュマロに寄せられたご質問ですえっ、ー、とお便りの内容がまあ、長いというよりも内容が割れてるので まあ一つだけ、えー、まあちょっと取り上げていこうというふうです。<laughs> え、プロの作家が匿名のメッセージに返答する企画があると知り、面白そうなので送ってみることにしました。いえいえ、どういたしまして。私は高校生の時に国語が苦手でした。センター試験で100点を切ったのはいい思い出です。 結構いい点じゃないの。僕は、あの、統一、あの、まあ今のそのセンター試験で、素点で30点、偏差値で7点だったことがありましたな。あまあい,いや、そんな国語が苦手な私はずっと国語はどうやったら点が伸びるのだろうと思うことがあります。 国語力が伸びるときってどんなときなのでしょうか私の体重のように一定の速度で伸びていくのでしょうかそれともあるとき突然伸びたりするタイプなのでしょうか小説家の先生がどのように考えているか聞きたいです。うんたらかんたらっ。っていうことです。<coughs> <coughs> うんとね、まあ、国語力が伸びるときっていうのは、あの、やっぱ若いと伸びるということある。なぜ若いと伸びるかというと、吸収がいいとかそういうことではなく、周囲がチェックしてくれるから、お前物になんと、あの、なってねえよっていうふうにチェックしてくれるうちは、国語力は伸びます。 あと、職業としてね、えっ、ー、と、知識や経験のない人に状態を説明することの多い。どういう状態なのかということを説明する。そういう環境にあると、国語力は伸びます。ええー、まあ具体的に言うと、臨床医ね、お医者さんで、まあ直接診察してくれるお医者さんというのは、もう うちの受講生を見ている限り、そういう方は、ほぼ例外なく国語、国語力って非常に高いです。これは理由はよくわからないんですけども、多分、まあ、実説柄インフォームドコンセントで、その、<laughs> 患者さんにいろんな説明しなきゃいけないけれど、患者さんがほら、そもそも、 医学的な知識なんかないので、まあ、それをせあの説明しなきゃいけないっていう、まあ、そういう事情があるんだろうなということはあります。でこの何年かの間にもともとお医者さんってお医者さんから作家になるでって結構あったんですけどこのやっぱりそうだねこの10年ぐらいの間にお医者さんから作家になるでっていうのは非常によく見かけるようになりました。 ええと、これはもう決して偶然ではないよねっていう、まあそういうことは思います。お医者さんそのものはまあ勉強する習慣もついてるっていうことはそれはあるんですけど、それ以上にやっぱり人に説明するっていう習慣がついてるからねっていう。<coughs> ちなみに、これ、そんなことよりももっと恐ろしいのは、その、 こう職業とか状態によって国語力がポンとダダダダダッと落ちるっていう、そういうことのことの方がお恐ろしいです。えっ、ー、と、多分このマシュマロに質問をくださった方は若いの、お若いのかなえー、お若いうちはそういうことはまし、あのー、意識はしないでしょうけど、年食ってくると、国語力ってはっきり落ちます。ええー、 日本語が通じなくても、周りが我慢して聞いてくれるような環境にあると、国語力は落ちます。<laughs> これね、ある程度職業の特性ってあります。会社の役員、管理職、あと、それからあと、教師だとか、僧侶、お坊さんなんかはほら、法話で話しするよね。あれ、みんな寝てても関係なく話しするよね。 あの、教員もそう。生徒が寝てても授業進めていくからね。で、まあ、教員と僧侶は、その、声に出して話をするので、特にさ、こう、発音が明快で、で、声も大きいので、滑舌が良い,いんだけど、ん、でも、日本語おかしいよねっていうことは結構あります。<coughs> ちなみに、この日本語が通じなくても周囲が我慢して聞いてくれるっていうのは、これさ、もう自戒を込めて自らを戒めていよう。高齢の男性もそうなんだよ。で、ガタガタガタという勢いで、やっぱりね、そうだな、55、6、7、8を超えて、やっぱ60の声を聞くようになると、国語力が落ちていく人は本当に見かけます。 特に男性ね、男の国語力は本当に勢いを落ちていきます。で、あのね、こう、何言ってるかわかんなくなっていって、言ってると、これね、誰も指摘しに、あの指摘をし,してくれなくなってくるんですよ。まだ若いうちはさ、お前何言ってんだよ、わかんねえよとかっていう風に言ってくれるんだけど、年を言ってくると、 いやあの人、ちょっと何言ってるか分かんないか。まあ、ちょっと、まあ、相手にするの予想よ,よって言って離れていくっていう。まあ、そういうふうです。なので、あの、こう、やっぱりじ、この商売やってると、そういう状態なのはちょっと怖いんだけれど、もう誰も何も言ってくれなくなってきてるので、やっぱり、あの、常にセルフチェックというのは心がけるようにはしてます。あの、 言う切るけど、自分の動画ってさ、見たくないけど、チェックするよね。で、あと、この、このラジオの音声も、こう、ちゃんと、どういう状態でオンエアされてるかっていう、音声チェックはします。あーとか、えー、とかって言ってないよな、とか言ってるよ。<laughs> で、あと、お <coughs> この動画あ、動画というかこの音声、ラジオについても、その、自動で字幕で起こしてみて、そうすると滑舌が悪いと変換効率が落ちるんだ。で、なんだこれこの単語っていうことで頭抱えること結構あります。まあそういうふうに注意はするようにはしています。 ねえ、マシュマロに送ってきたあなたに言いたい。あのさ、体重はさ、何もしなくても伸びるけれど、国語力は何もしないと落ちていくんだよね。というところで告知です <coughs>。2021年11月下旬に鈴木の新刊が出ました。 今回は電子書籍の予定がありません。お早めにご注目ください。タイトルは何が何でも長編小説が書きたい。川出処防新社から1782円で発売。書いている最中に次々と違うアイデアが浮かんで書けない。出来が悪くて書き続けるのが苦痛。といった長編小説の執筆に行き詰まる事情と解決法をご案内しています。 江戸川乱歩賞や横溝正師賞、オール読み物新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇る鈴木喜一郎小説講座のノウハウを詰め込んだ一冊です。この番組では皆様からのお便り、ご意見、ご質問を募集しています。マシュマロという特命ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。 鈴木木一郎小説講座では随時受講生を受け付けています。リモート講座で世界中どこにいても受講できます。詳しくは概要欄をご覧ください。というところで、今日のサッカーラジオそんなところです。ではではでは失礼します。